前泳げねえんだな。そうよ、あっちは悪魔の実を食べたのよ。冗談じゃないわよ。左手で触れればふーら元通り。これがあっちの食べたマチイカス。ねえ、なんか船がこっち来るわよ。あ？あら、もうお別れの時間？残念ね。悲しむんじゃないわよ。旅に別れはつきもの。でも忘れないで。友情ってやつは付き合った時間とは関係なし。また会おうぜ。うわさあ行くのよ。おっはっ、ミスター2、フォンクレー様。ミスター2、あいつがミスター2ボンクレ。厄介な相手を逃がしちゃったわね。あの能力を使われたら私たち仲間を信用できなくなる。いや、今あいつに会えたことをラッキーだと考えるべきだ。対策が打てるだろう。印なら罰がいい。なんで？海賊だろ。でも、あれは本来相手への死を意味するんだぞ。いいんだ、罰がいい。なあ、ビビ、かっこいいもんな。うん、私も。何でもいいから書けよ。本題はそこじゃねえんだ。これでよし。仲間を少しでも怪しいと感じたら、この包帯を取って印を見せ合う。それができなきゃ偽物だ。よし、とにかくこれから何が起こっても左腕のこれが仲間の印だ。じゃあ上陸するぞ。ビビと共にアラバスタに上陸した一味は、世界政府公認の海賊オーカ七部会の地位を利用して王国の乗っ取りを企てるバロックワークスの社長クロコダイルのアジトへと乗り込んだ。クロコダイルの罠にはまったルフィたちは一時囚われの身となるが、別行動をとっていたサンジとチョッパーの活躍によって脱出に成功。しかしその間にクロコダイルの計画は大詰めを迎えようとしており、バロックワークスのエージェントたちが暗躍する中、首都アルバーナに迫る反乱軍と国王軍が衝突しようとしていた。戦いを止めクロコダイルの野望をくじくため、ビビと麦わらの一味はアルバーナへと急ぐ。